どうやっても捕まんなこれ。はいこんにちは。今回はブリヂストンドライバーですね。B1 と B2 持ってきました。はい。二種類持ってきましたが、1個のこっちのね、こう B2 の方は JGR ってあったじゃないですか。あれがなくなって後継モデルの、えー、こちらになりました。 コスメというかね見た目はこっちのアスリートブランドの B シリーズと同じになったということですねまあこっちの方がいいっすよね絶対ねかっこいいっすもんねなんかちょっと俺こっち使いたいんだけど JGR もう見た目でなんかあの上級者じゃないってなんかレッテル貼られちゃってる感じでねいいですよねこっちの方がねかっこいい、はい、じゃあちょっとこっちから見てみましょうか かなりバックフェース側ねフェース面からこの長さが長いです震度は相当深いんでしょうねはいこの辺のエアロシェイプも非常に空気抵抗が少なそうで降りやすそうですねまあ当然この辺はカーボンあこっちはカーボンじゃないなこっちよクラウンはカーボンになってますねはいえっとねテクノロジーこれもちょっと言っときます この辺のなんかこれは多分ウェイトなのかなここもカチャカチャ用にドローとかフェードとかロフトとか変えられるんですかねこれがちょっと見慣れないですよねこれをちょっと自分でこう変えられないようなネジになってますけどなんか入ってますよねここの間にまあちょっとこのぐらいのもんなんですけどね筒がありますもう本当に細い筒ですねでこうちょっとこう筒がこう,こうあったとしたら フェイス面でこうなってここにネジがこうここにこうドライバーがこうこうあるわけですよねこうシャフトがこうあってねそしたらここにねこうちっちゃな筒があってここにねこうポリマーがちょっと入っててでここにこうチタンが入っててフェース面につながってますはいでフェース面がグッてたわむ時にチタンがグッて押されてポリマーをビヨンビヨンってこう跳ねる構造になってますねこれで反発しすぎたものを しすぎないように抑えてるということですね。反発係数っていうのは、イギリスの r&a っていうところがまあ、ゴルフね。面白さを保つために飛びすぎるドライバーを作っちゃダメだよ。とかっていう風にルールを決めてます。今までのドライバーの作り方はこの反発係数がこうあって、なるべく超えないようにこう。開発していたんですね。なんですけども発想の転換です。 この反発係数の上限があったらもうめちゃめちゃ飛ぶヘッドをバンって作っちゃってでそこからスピードリミッターを作ることで反発係数を逆に抑えてでこう行こうとするとねこのギリギリまではどうしても追い詰められないんですけどこう行くとねもうギリギリのところで、えー、何万本っていう大量生産、ね、工業製品としてできるんですね。 これがもう技術になりますよしシャフトはディアマナが入ってます。BBS50S ブリヂストンが開発コラボしたディアマナですね。あ,あ今ねちょっとあのいつも通りの 僕のクラブでまっすぐ行くスイングっていう感じでしたんですけど、めっちゃ左にビューンって曲がっていっちゃいました。はい、すんげー捕まります。やっぱり見た目はね B シリーズになりましたけど、もう性能は JGR よりも全然捕まって上がるように、さらにさらに進化しているのがまあこれですね。まあこうバックフェイスというかこのソールのここだけここクラブにパって刺さってたら。 まあ、かっこいいですからこんなに上がって捕まるなんていうのは全く想像がつかない感じで非常に好印象ですね。じゃあちょっとね仕事ですからまっすぐ飛ばせますよ、はい。ややプッシュですけどまあ大体まっすぐ15ヤードぐらい若干右に。 落ちましたね相当捕まりすぎを警戒してこう開いて当てたんですけどもう全然ややドローにちょっと右に飛び出して緩くドローしていましたねよしもう一回ちょっとスライス目さらにスライス目あれドローじゃんどうやっても捕まんなこれすごいぞこれ これねスライサーの人一押しですで僕が知る限りこんなにこう結構な大きなスライサーでも捕まるドライバーでこのなんかこうアスリートデザインっていうんですかこうプロモデルみたいなデザインっていうのあんまりなくないですかこれ。ももううちょっとなななんんかもうはいい捕まりまりすよみたいな、ね、そんな感じの 見た目なものが多いというかほとんどだと思うんですけどあ9.5度だえ9.5度でこんなに上がって捕まるのすごいなこれこれ10.5度とかにしたらもっとスライサーでもスライスしないんだなおしもうこうなってきたらねもうスライス打ちたくなってきましたよもう絶対もう意地でもスライスさせますからねおやあれくさ泥やないかい 言うぜ。いや、ストレートやないがいい。なんでスラッシュしないんだよ。無理。スラッシュしない。はい。BS のね、B2 ドライバースラッシュしません。